7日に行われた日韓首脳会談を受け、国内の評価が割れる韓国で市民団体が会見を開き、ユン・ソンニョル政権の外交姿勢を非難しました。昨日岸田総理が帰国したばかりですが、市民団体らがこの後こちらで早速記者会見を開きます。9日国会で会見した市民団体らは、元徴用工問題をめぐり、日韓首脳会談やその後の共同記者会見で岸田総理による謝罪や責任認定がなかったとして、ユン大統領の姿勢を与えるだけの一方外交などと非難しました。また福島第一原発の処理水放出をめぐり、韓国の視察団派遣が決まったことについて、日本のための名分作りに過ぎず利用されるだけだと批判を強めました。